今一つは震災対応でございます。この成田市も震度6という強い地震に見舞われました。しかしインフラが頑丈なため成田の被害っていうのは微々たるもんで済みました。千葉県北東部、特に旭市で津波で13名の方が亡くなった、あるいは香取市で液状化の被害が深刻だった、銚子の海岸線沿いの企業が被災した等と深刻な被害がもたらされました。そういった中で当初はやはり東北3県、岩手、宮城、福島、そちらが壊滅的な被害だったため、この千葉県北東部は注目されることはありませんでした。しかし私は見ての通り体は小さいですけども声は大きいんです。国会の中で千葉県北東部も被災地なんです。ぜひ国の支援をこの千葉県北東部にも差し伸べてもらいたい、そういったことを言い続けてまいりました。その結果当初東北3県に限定だった中小企業グループ補助金、この制度が島嶼地域にも適用されることになったんです。中小企業グループ補助金、どういう制度かと申しますと、被災した企業が再建しようとした場合なかなか自己資金が調達できません。そこで例えば1億円の復興費用がかかるんであれば、その半分を国、4分の1を県が持つことによって自己負担は4分の1で済みます。すなわち1億円かかれば7500万円が補助にあって、あとの2500万円の自己資金で再建できるわけであります。そのグループ補助金を銚子市はじめ旭市、匝瑳市、九十九里町まで昨年末に49社計14億円の補助金をつけることができました。これも私が被災地選出議員として大きな声を上げた結果でございます。このように地元選出の議員が大きな声を上げない限り行政は動きません。このことを私は実感いたしました。これからも皆さんの地域の代表としてこの北総地域が良くなるために力いっぱい声を上げて、私は政治活動に邁進する覚悟でございます。今回のスローガン、地元のために体当たり、八田川はじめでございます。どうか皆さんのご理解心から賜りますことをお願い申し上げまして、街頭からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。